セルゲイ・タラソフは、ロシアのクラシック音楽のピアニスト。1989年、第4回日本国際音楽、コンクールピアノ部門にて2位に入賞。なおこの時の舞台裏は、中村博子のコンクールでお会いしましょうによれば、タラソフは、モスクワ音楽院の有力な学生ではなかったため、審査員が、モスクワ音楽院の教授で占められていた。 選抜オーディションで年齢の幼さを理由のみに跳ねられてしまった。その結果に起こった父親が慈悲で息子を東京まで送り出して4人の正規のソ連代表たちを抑え見事2位に入賞した。これがモスクワ音楽院の教授たちの反感を解戦990年のチャイコフスキーコンクールの本戦には残れたが入賞止まりであった。その後正規にモスクワ音楽院の 主要な学生となって、レフナウモフの下で研鑽を積み、優秀な成績で卒業。以後、国際主要コンクールの常連として、世界中で有名になった。マイナーコンクールでは、余裕の優勝。ただしメジャーでは、本選出場を決めて、なぜか優勝できない、というジンクスは常について回った。運悪く飲酒に伴う。 人身事故で2年ほど謹慎を余儀なくされた。謹慎後、再び質の高い演奏活動を展開して、モンテカルロマスターズでは1970年代生まれの世界的に低迷する他国のピアニストを寄せ付けず鑑賞。以後、パリやソウルなどでもリサイタルを繰り広げている。ディスコグラフィーには積極的ではなく、コンクール時の演奏が時折見られる程度である。 モンテカルロマスターズ、ルービンシュタイン国際ピアノコンクール、そしてチャイコフスキー国際ピアノコンクールのすべてに入場している目下唯一のピアニストである。ありがとうございます。